山岡潤太郎銅像、山岡潤太郎昭和3年11月26日は、日本の実業家、教育者、大阪商工会議所、第八代会頭、関西大学第十一大学長、関大中高の祖である、大阪商船、大阪鉄工所重役で、実業家だった山岡美少の子息として、賀国金沢に生まれる。 最初医者を志し金沢医学校に進学するも中退して陸軍士官になるために上京。しかし軍人になるのもかなわず一時期茨城県理委員となるが1892年に同郷の先輩である中橋徳五郎を頼って定身省入り、主計下法機係長を歴任する。1898年、中橋が官職を辞して大阪商船社長に就任すると、 これを追って入社し、中橋を補佐。瀬戸内海航路を強化して、別府温泉の発展をもたらした。1914年には社長に就任、大阪商船を足場に、大阪鉄工所、宇治川、電気、大阪ソーダなどの経営にも関わり、日本電力、大阪ビルジングの設立を主導した。さらに1919 19年には、大阪商工会議所会頭にも選ばれた。 また内務省の焦燥官僚グループによるロンドン郊外のレッジワースを半年た田園都市構想に乗り大阪住宅経営を設立。千里山一帯の住宅開発を手掛けて地里ニュータウン開発の先駆けを担い、さらに関西大学総理事として大学例による昇格、千里山学者建設などを遂行した長男の山岡山とは 関西大学北洋高等学校の創立者である。関西大学百年史編纂委員会、関西大学百年史人物編、1986年248ページ熊、P40。ありがとうございます。